こんにちは。事業専門税理士小南です。本日の動画はインボイス制度が導入すると経理事務作業って一体どれぐらい、そして何が負担増になるかについて動画で解説したいと思います。こちら自営業フリーランスのみならず会社員の方もそうですし、会社の経理担当の方ぜひぜひ見てほしい動画になりますので、ぜひ最後まで見てください。私はオンラインサロンの運営とその他 SNS は TikTok、インスタ、Twitter、 最近ボイシーも始めましたので、ぜひ URL から飛べるようになってますのでチェックの方お願いします。また自営業フリーランス向けに本を出版しています。こちら確定申告シーズンにはね、もってこい。またこれから起業するって方にはね、ベストな一冊、必要なものが一冊ギュッとまとまった本になってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは早速本日の動画いってみましょう。はい、それでは本日の動画、インボイス制度経理事務負担が増加、これね皆さん心配してると思うんですよ。どのくらい、何が一体増加するのか、何が大きく変わるのかについて本日は動画で紹介していきたいと思います。本日の内容です。経理事務負担がね、もうほぼ全員の方が増加すると思ってください。まず一つ目のポイントとして、経理担当者の心構えとして紹介したいと思います。そして適格請求書の要件を満たしてるかどうかのチェックが必要になるということ、また登録番号なんですけど、登録されているのかまたは偽造されていないのかのチェックが必要になります。そして取引先ごとに区分することが必要になってきます。そしてもしかしたら会計ソフトの検討、また皆さんが今会社で使っているベンダーさんなどなどをね、対応しているかどうかの確認も必要になってきますので、そのあたりのことも解説したいと思います。そして実際にね、制度が導入された時の仕分けってどういう風になるの、一例なんですけど少し紹介したいと思います。そしてまとめになります。本日このような流れでいきますので、ぜひよろしくお願いします。はい、早速まずね、インボイス制度について簡単に紹介をします。まあ復習ですね。インボイス制度については他動画ありますので、ぜひそちらの方まだね見てないよって方は見てから戻ってきてください。要は一言で言うと、インボイス制度というのは消費税のルールを変更しますよという制度になります。今まで免税事業者だった方が課税事業者にならざるを得ない事情があるので、課税事業者としてインボイス制度に登録するという流れになる。そしてインボイス制度に登録するには税務署に事前に書類を提出して登録することが必要です。登録すると税務署の方から登録番号が発行されて、今まで免税事業者だった方でもこのインボイス制度に参加すると消費税の申告が必要な課税事業者になる、消費税の納税が必要ですよというルール変更が行われるものです。いつからスタートかと言いますと、令和5年の10月の1日からスタートします。申請の締め切りは基本令和5年の3月31日までに申請が必要になりますので、お忘れのないように申請する方は申請をしてください。以上がざっくりですけど、インボイス制度のルール、要は消費税のルールが変更しますよというのについて解説しました。詳しい動画はこちらの方ありますので、ぜひ皆さんそちらまだの方は見てください。それでは本日の動画の内容いきたいと思います。はい、結論なんですけど、インボイス制度がね、令和5年の10月日からスタートするんですけど、もう確実に経理負担の増加というのは目に見えています。これはね、自営業フリーランスのみなく会社全体、経理の方、まあもしかしたら営業の方も気をつけないといけないポイントになってきますので、本日の動画しっかりと押さえましょう。さあ、そしてどういった作業が増えるのかということなんですけど、動画の方でね、先ほど紹介した順番で紹介をしていきたいと思います。結局事前対策をするしかなくて、おそらくインボイス制度が始まると経理の現場は混乱の可能性が高いというふうに思います。ですので本日の結論といっては、経理の負担は絶対に増加するよというのと、現場が混乱する可能性が高いので、事前にしっかりと何をする必要があるのか抑えましょうということです。それでは一つずつポイントを見ていきます。経理担当のまず心得からいきましょう。まず一つ目にね、特に気をつけないといけないのはこちら、適格請求書の不備で取引先に迷惑をかけないことです。そうですね、こちらから出す請求書領収書の不備で取引先に迷惑がかかる、もしくは再提出してください、違ってるので修正してくださいねっていう風になると取引先に迷惑がかかります。それをかけないようにする。それはどうしてかというと、ビジネスは信用問題なので、まあ最初のね、1回目2回目ぐらいはね大丈夫だと思いますけど、あまりに不備が続くようになりますと、取引、要はビジネスの信用問題につながりますので、経理担当の方は特にこの不備がないように気をつけるようにしましょう。そして今度は受け取った時です。取引先から受け取ったこの適格請求書のチェックをする必要があるので、この取引先から受け取った請求書に不備がないか、この不備がありますと仕入れ税額控除ができないということになりますので、この不備があるのに気づかずにね、仕入れ税額控除していると、結局税務署の調査が入った時に修正しないといけないことになりますので、このポイント、税額が変わってくるポイント
ントですので、気づかないまま仕入れ税額控除してるとかなりまずいので、きちんと請求書のチェックをするようにしましょう。そういう意味でも自分側ガタス的にも不備がないように迷惑をかけないようにするというのも大切です。特に消費税の計算で簡易課税ではなく原則課税の方は、こちら仕入れ税額控除不備があるものにしていると大変なことになりますので要注意です。はい、ではこの不備というのはね、どういうものかと言いますと、要は適格請求書の何をチェックすればいいのかを次のスライドで簡単に紹介します。はい、要件が該当しているか全てチェックが必要になります。この1,2,3,4,5,6 全て記入されているかどうか、項目がきちんとあるかっていうのをチェックする必要が今後出てきます。こちら国税庁の資料なんですけど、きちんと請求書領収書納品票等にこちらの1から6番が書いてあること、そして間違いなくきちんとできているのかってことですね。こちらの方が対応になってきます。一番やはり大きな点はこの登録番号を載せる、記載するというのが大事なポイントになりますので、この登録番号が抜けていないか、間違ってないかなどなど含めて、全ての請求書領収書等にチェックが必要になりますので、経理の方の作業量は圧倒的に絶対増えると思います。ポイントとしては要件を満たしているか、要はこの要件が全て記入されているかっていうポイントをチェックすることと、2つ目は書かれているものに不備がないかどうかのチェックが必要になります。このね、全ての取引、要はやり取りしている書類が不備があるかないかのチェックをするって作業、かなり負担がかかりますので、皆さん覚悟をしておいてください。そして次のポイントなんですけど、この登録番号についてもね、チェックをしないといけないっていうことになるので、そちらの事情について次のスライドで紹介をします。はい、登録番号の確認作業なんですけど、インボイス制度の13桁の登録番号というのは、この適格請求書発行事業者公表サイトというところで公表されています。ここでお客さんや取引先からうちの番号これですっていただいた番号で検索をすると、登録されている内容が出てきます。何を確認するかというと、登録が本当にされているかどうかのチェックが必要になります。その次、2つ目、偽造していないかってことですね。まああまりないと思うんですけど、適当な番号を記載してくるっていう方もいるかもしれませんので、この偽造をしていないかということで、一件一件一度はこのサイトに行って番号を打って検索をするっていう作業が必要になるかと思います。また1回じゃあ検索すればいいのかっていうと、その後取り消される可能性もありますよね。要はもう免税事業者に戻るっていうことで取り消しされる可能性もあって、その連絡がこちらに来てない、連絡が漏れているっていうようなことがありますので、インボイス制度が始まって、まず1回最初にきちんと確認をする、その後どのタイミングで確認するか、どうやって管理していくのかっていうのはね、ルールが決まってくると思うんですけど、定期的に何かのタイミングでこの登録番号が本当にまだ有効なのかどうかっていう確認作業も必要になってくるかと思います。では次に負担がかかってくる作業について、次のスライドで紹介をします。取引先の区分が必要になります。免税事業者の取引なのか、それとも課税事業者の取引先なのかを、どこが免税でどこが課税事業者のかを、取引先を分けておく必要があります。特に経過措置というのがありますので、この経過措置を使うためにも経理上この取引先を区分しておく必要があるんですね。この経過措置について少し紹介をします。令和5年の10月1日からインボイス制度スタートするんですけど、そこから3年間は免税事業者、要は適格請求書発行事業者以外から課税仕入れをしたとしても 80% は控除 OK ですよっていうものになります。そしてこの3年間の 80% 控除が終わった後は 50% 控除が可能になります。ですので6年間経過措置があるということですね。その後6年経った後は控除不可となりますので、こちらの経過措置があるということで、特に免税事業者の取引先なのか、課税事業者の取引なのかを把握しておかないと、どこが経過措置を使う会社さんなのか、どこが取引先なのかって分からなくなりますので、きちんと取引先を区分しておくという作業が必要となります。では次に会計ソフトについてはどういう風な作業が発生するのか、次のスライドで紹介をします。こちらですね、会計ソフトの対応です。まず1つ目のポイントですね、使っている会計ソフトがインボイス制度に対応可能なのかどうかです。中にはね、使っている会計ソフトが対応してないという可能性もあるので、必ず自分たちが今使っている会計ソフト、インボイス制度の対応の方を確認した方がいいと思います。大手さんであったりとか、クラウド会計で有名なフリーさんやマネーフォワードクラウドさんはもちろんね、インボイス制度対応していくって予定っていうふうに公表されてますので大丈夫なんですけど、そうじゃないものを使ってる
るって方は必ず確認をするようにしてください。そしてまた今使っている会計ソフトの使用料でプラスアルファね、インボイス制度も対応するっていう会社さんもあれば、もしくはインボイス制度を対応しているものを使うなら有料でプラスアルファ料金が上乗せされるよっていうものもあると思うので、その場合いくらかかるのかっていうのをね、きちんと確認をしておかないといけないと思います。そしてこれは会計ソフトの話だけではなく、自社で使っている各米団さんも含めて対応が可能なのかどうかっていうのをチェックを必ずするようにしてください。そして2つ目のポイントなんです。もし対応していないっていうので変更しないといけない、もしくは今回を機に今まで使ってたソフトではなくこっちのソフトを使おうという場合になった場合には、事前準備が必要となりますし、その変更のね、準備期間が必要になりますので、なるべく早めに対策の方をしてください。会計ソフトの選択、どれに変えるのかの検討や予算の問題もありますよね。それを使うことによって今までよりいくら値段が上がるのか下がるのか、今までね使ってなかったものを入れようってなると予算の確保をしないといけないということになりますので、こちらの方は事前に準備が必要だと思います。そしてソフトが決まった、ここの会社のソフトを導入しようとなった場合、スタッフや会社員の皆さんにこういう風に使うソフトなのでっていう研修や使い方の周知ですよね。そのような時間も必要になってくるのでご注意ください。そして中には独自ソフトや自社ソフトを使ってるっていう会社さんも多いと思うんですよ。その場合は特に要注意ですね。自分たちの会社で開発してるってことになりますので、その開発部門がインボイス制度をね知っていて対応できるのかどうかっていうところを検討して、もしそれが技術的に不可能だっていう場合は会計ソフトを変更するってことになってしまいますので、もうすぐに動き出していいぐらいの話ですので、しっかりと準備をしておきましょう。そして自営業やフリーランス、手書きでね経理をされている方、なかなかこれからのご時世手書きでしていくのは厳しい時代がやってきております。ですので、これを機にクラウド会計を導入したり、そんなにね高いものじゃなくていいので、そういうものを使って自分の経理のサポート、要はね効率的にしていくっていうのが必要ではないかなと思います。やはり会計ソフトの方を使った方が効率的にスムーズにね経理が行われますので、ぜひぜひこれを機会に検討してみるのもいいのではないでしょうか。はい、では次にインボイス制度が入ったら実際の仕分けってどのようにすればいいのか、一例を紹介します。はい、インボイス制度が入った実際の仕分けについてです。今回ね挙げる例はほんの一例の仕分けです。そこご注意ください。また税込み処理なのか税抜き処理なのかによってまた変わってきますし、その都度処理なのか決算でまとめて処理するのかというのは各会社や各ねお店によってルールがあるかと思いますので、そちらの方ねきちんと確認してほしいと思います。まず一例としてですね、今現在と課税事業者の方、要はインボイス制度にも登録されている方の仕分けになります。これどういう風に仕分けを切りますと、例えば消耗品を1万円で買いましたと、そういう時にはこちらに仮払い消費税というのをね1000円立てて現金1万1000円で消耗品を買いましたという風に今の現在ね仕分けをする方が多いと思います。税込み処理なのか税抜き処理なのかによってまたね仕分け変わってくるんですけど、今回はね一例としてこのように紹介します。で、今現在と課税事業者の方はこのように仕分けをすればいいと。では経過措置中の場合にはどのように仕分けをすればいいのかについて解説をします。経過措置中 80% 控除の時ですね、 80% 分控除できますので、消耗品が1万200円になって現金で買った場合、こちら現金が1万1000円になります。そしてここが仮払い消費税800となります。このように 80% 控除の取引先はこちらの仕分けと変わってきますよね。そういう意味も含めて取引先を区分していかないと仕分けが切れないですよということになるので、区分が必要になるわけです。これはもちろん 80% 控除のパターンですので、3年経過した後にはこれが 50% 控除の仕分けになると予想してください。そして経過措置が終了した後、まあ6年経った後にはこのようなね区分は必要なくなりますので、もう消耗品1万1000円、現金1万1000円という風になるかと思います。で、経過措置が終了した免税事業者の場合はこの仮払い消費税が1000円、要は仕入れ税額控除ができませんので仮払い消費税がゼロとなるという意味です。ほんの一例の仕分けですけど、このようにインボイス制度が入りますと仕分けも変わってきますし、きちんと取引先ごとに仕分けを変えないといけないという経理作業が出てきますので、皆さんねこの辺のあたりの話を聞くと、あ、そういうことなのか、まずいぞっていう風にねちょっとねリアルな感覚がつかめるんじゃないかということで一例を紹介しました。はい、まとめです。インボイス制度なんですけど、必ずもう会社も自営業もフリーランスも必ず事務作業の増加と負担が来るという風に思ってください。そしてこれを機に会計
計ソフトや会計システムの導入というのをね、検討してもいいかと思います。事前に考えておかないと、料金やね、どこが一体いいのか、自分たちの会社にはね、どれが合ってるのかっていうような調べる時間も必要となってきますし、導入する時間、研修する時間、使い方をね、学ぶ時間も必要になってきますので、経理の作業負担は避けれませんので、絶対にインボイス制度によって皆さんが経理の作業負担が必ずやきます。ですので、どういう風な処理方法をすれば効率的なのか、うちのねシステムの場合はどういう風にすると簡単になるのか、どういう流れで番号や管理をしていけばいいのかっていう話し合いをぜひね、会社内もしくは自営業フリーランスの方もスタッフの方々と、または取引先の方々と協力して話し合いをしたりしてやっていく必要があるかと思います。もちろん私たち税理士もインボイス制度が入ることで作業というのは増加します。これは皆さんと一緒です。というわけで、本日の動画はインボイス制度によってね、経理の作業が増加する予定なんですけど、一体どういうところが増加するのかっていうのでポイントで紹介しました。何かのお役に立てば幸いです。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。オンライン上に税理士を味方につけようということで、メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で質問や相談をすることができます。これ Facebook の非公開グループで運営をしております。そして2つ目のメリットは、定期的にサロンズームを開催しています。ズームで直接私に質問や相談することもできますし、またサロンメンバーさんとの情報交換会ができるということで、とても好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しております。経理や税金の新しい情報やビジネスの考え方、 SNS の裏側についてもオンラインサロンのみだけに投げてる情報ばかりですので、気になる方は概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひぜひご検討ください。参加はお待ちしております。はい、そして YouTube チャンネル登録者数が今ね、撮影の現段階で12万人を超えました。ぜひぜひチャンネル登録、まだまだチャンネル登録未登録で動画を見てる方は8割というデータが出てますので、皆さんぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして本も出版してあります。税理士TikTokerの経理節税 Q&A ということで、自営業フリーランスに必要なことが一冊にギュッとまとまった本になってますので、 Amazon や Kindle 版もあります。そして楽天ブックスでも購入ができますので、ぜひよろしくお願いします。そしてその他 SNS は Instagram、Twitter、TikTok、Voicy をやってます。 Instagram はフォロワーが 2.9 万人、 TikTok はフォロワーが 6.3 万人、 Voicy も最近初めてフォロワー数が500人をね、突破していますので、ぜひぜひこちらの方もフォローの方お願いします。 Voicy は特に YouTube とはちょっと変わった話、いつもと全然違うネタを話してますので、興味ある方はお待ちしております。全部 URL から飛べるようにしてあります。はい、それでは本日の動画も以上になります。インボイス制度導入することによって、もう全員どういう人たちも何かしらの作業のね、負担が発生しますので、私たち税理士もそうです。皆さんね、もう導入されるということは一応予定されてますので、しっかりと対策と準備をして、なんとかね、乗り切るようにしましょう。そしてこれから確定申告シーズンに突入してきますので、また申告内容についてお役に立つような動画も投稿していく予定ですので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。それでは自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。